ずっとコメント欄でマジック見せろって多いんですよ。確かにね。確かにロジカルな話よりそっちの方がね。そうですね。確かに。マジックは見せ。じゃあ、え、てか、シンさんは、僕、ごめんなさいね。マジシャンなんですか？僕ですね、実はサラリーマンなんですよ。は？え？じゃあ、本当のなんか、てれれれれれみたいなのは、まあ、やるんです。副業でやってて。じゃあ、はい、このカメラ越しに、パッとできるもんな。はい、あ、じゃあ、ちょっと、要はその、言っちゃえば TikTok 用の、タッタッタッタみたいな、そのナイフがこうなってましたとか、はい、こう指が切れたように見えて、その道具がこういうのでしたっていうの以外にも、もうできるはできる。あ、できるはできるんですか？むしろ初め、一番初めは友情やってました。人を浮かせたりとか消したりとか、マジでとかが一番初めですね。じゃあやってもらうことはでき、じゃあせっかくなんでカメラの向こうの皆さんもできるやつをちょっと、はい、ここで、はい、おやりたいかな。はい、お願いします。で、じゃあ、皆さん、ちょっと、計算をするので、暗算が得意な人は、何もなくて大丈夫です。はい。計算苦手な人は、紙とかペンとかスマホの、計算機を、はい、用意してくださいと。お願いします。じゃあ、まず、皆さん、1から9までの中で、はい、どれか好きな数字を一つ心に思ってください。言わなくていい。1から9までで好きな数字。好きな数字を心に思ってください。はい。思いました。はい、その数字、最後まで使うので、絶対忘れないでくださいね。うん、はい。そしたら、次に、その数を、2倍してください。かける2です。うん。はい。かける2しましたかね。はい。そうしたら、その今思ってる数に、8を足してください。8です。はい。8を足しましたかね。うん、はい。そうしたら、その数を半分にしてください。うん。はい。半分にしました。そうしたら、最後に、今思っている数から、最初に思った数を引いてください。うん。今思ってる数から最初に思った数を引いてください。はい。じゃあ、おそらく皆様には思ってる数は全員一緒だと思います。ほう。じゃあ、この3人は、せーのって言ったらその数をカメラに向かって言ってください。指で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 。大丈夫かな？僕と土砂崩れさんは指で差し上げて。計算間違ってないから、はい、大丈夫か。はい。せーの、4! あれ違ってる？暗算できてない説。よ、4だよね。4だったよね。4でしたよね。4でしたよね。4でしたよ。4だよね。4でしたよ。何すか？どうなってんだろう、コメントが。4でした。4でしたよ。誰でも4、あ、でも4多いっすね。4でした。4。いや、4でした。はい。すごーい！はい。みんな4だったもんね、今。はい、もう一回いきますか。もう一回しましょう。僕の計算ミスかもしれないんで、もう一回いきましょう。もう一回。なるほど。もう一回いきましょう。はい。もう一回お願いします。はい。違うやつです。もう一回いきましょう。ごめんなさい。はい。じゃあ、こっちのカメラで画面映せますかね、これは。はい。TikTok の画面。TikTok の画面を。わ、4多い。ほら、4ばっか。多分4以外の方は、ちょっと。死んだ方がいいってことですね。死んだ方がいいかも。あ、5の人もいますね。ごめんなさい。ですね、じゃあまず、1から5の中で、好きな数を選んで。1から 5?1 から5。はい、OK です。はい。いいですかね。はい。そしたら、次に、その数をまた2倍してください。はい。1から5の中の、好きな数を2倍してください。はい。2倍しましたか？はい。そしたら、次に、その数字の番号の単語を覚えてください。覚えました？うん、今、はい、覚えました。覚えました。今覚えてる数の単語を覚えてください。覚えました？はい、覚えましたかね、皆さん。はい。はい。そしたら、最後に、その今覚えてる言葉から、連想される言葉を、ここの中から探してください。今覚えてる言葉から連想される言葉。もうこれかな。うん。今覚えてる言葉から連想される。連想さ。はい。そう。その今覚えてる言葉から、あ、その言葉だとこれを思うなってのを、連想してみてください。いいですかね。はい。それがですね、実は、ここの画面の裏側に予言されてます。はい。はい、あなたが思ったのはおそらくこのリンゴですね。はい。はい、
リンゴ。リンゴ。リンゴでした。